ラバントスラジオ始まります。よろしくお願いします。お願いします。ということで、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんお願いします。今回のテーマは移籍情報をまとめガンバ大阪編その2。よいしょー。このチャンネルはサガン鳥栖ガンバ大阪の試合のプレビュー、レビュー、チームや選手の情報などについて語っていきます。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということでガンバの移籍に関する情報、前回からねちょいちょい更新がありましたので、それについて話していきましょう。はい、お願いします。ガンバに関しては結構加入のね、嬉しい系のニュース多めということで、上げていきますと、まず三浦選手が残留確定と、石毛選手、コン・ギョンウォン選手、ダワン選手加入と。で、放出というか出るのは井出口選手がセルティックになるほどね。だところなんですけど、まずは三浦玄斗選手男気残留どうですか？宇佐美選手に続いてね、エドワルド選手がね、取れなかった時にキャプテンをそんな安易に取れると思うなってね、さっきが言ってたと思うんですけどいやガンバのねキャプテンの三浦選手も残ってくれて、良かったっすよ。もうガンバ内でちょっと男気残留流行ってんな今残留、もしかしたらね、いいチームメイトが残って来年もしようぜっていうね言葉に響いたのかもしれないし、単純にガンバが好きなのかもしれないし、それは分かんないですけど、でも来年も共に戦ってくれるということはサポーターとしては本当嬉しいですよ。前回ちょっと話したようにね、次の監督のサッカーで見てみたい選手が一人だったんで、期待大ですよ。三浦選手と庄司選手と、あとねさっき発表あったコン・ギョンウォン選手、で福岡翔太選手もね、入るかもっていう噂もありますし、かなり、センターバックも充実して戦えそうですね、来年も。豪華やね、全員代表経験者やろ。そうやね、結果的にすごいやんそれ。それででもね、昨シーズンキム・ヨンゴン、庄司、三浦でももう東口が全部止めてただけでしたからの名前で戦ってるわけじゃないんやなっていうのは思いますけど、続く。確かにね、期待ですね。でもあとね、ダワン選手ですよ。これはそうやな、井出口選手のところにうまいこと入るようにっていうところだと思いますけど、身長とかはそんなに大きくなさそうなんですけど、なんか YouTube で上がってたプレー集みたいなの見ると、結構身体能力とかは高そうというか、セットプレーからね、すんげえジャンプ力で飛んでヘディングシュート決めてたりとか。どうなるのかな、そういうプレー集ってさ、なんか基本的に攻撃のいいパスとか、ゴールシーンとか集められるから、守備でどんぐらいやってくれるのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、正直。でも楽しみではありますね、すごい。信用ならんからなそうやな、いいところだけほんま切り取ってるから、あんまり参考にしたらあかんとは思いますけど、でも楽しみ。ブラジルから来た中盤っていうと、僕マテウスやっけあのクソでかい選手思い出すわ。あれ中盤やったよな、ブラジルから来た。あ、そう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 。なんかポテンシャルは高そうやってんけど、突然で一発ミドルぶち込んで帰ったよな、多分。そうそうそう。あのクルビ監督と一緒に帰っていったっていう。あったね。まあ、ちょっとね、やっぱ慣れるのとか時間がかかるかもしれないですね。そうですね。特になんかガンバってだいたい外国籍前目の選手はね取って、でかつなんていうんですか、その日本である程度経験してきた外国籍のフォワードとかを取ってそのまま当て込めるみたいな多いんですけど、中盤の選手とかで新しく取ってくる外国籍の選手ってあんまり結局フィットするまでに時間かかる間に使わんくなって気づいたらもういないみたいなの結構あるんで、なんかポテンシャルはね高そうやのになみたいなところはあるよね。あるあるある。だからまあちょっとまあでもどうなんやろな、なかなかそこを我慢して使うっていうのも難しいんかな、まあ、そういった意味ではね今年のウェリントンとかすごい楽しみですよね。ああ、今年ウェリントンは今ちょっと慣れてきて、まだまだやれそうな感があるやん。いや、ウェリントンワントップツーシャドウのシャドウのところとかいいんじゃないですか。いや確かに楽しみやな。まだバレてないやろ、しかもあのスピード。いやスピードはバレてるわ、ごめんやけど。バレてるか。うん、FIFA 見たら一発で速いの分かるから。そうやな。うん、ゲームで止められないあの選手。いやほんまにウェリントンのスピードは今シーズンはめちゃくちゃ期待ですね。うん、あとはだから井出口選手のまあ海外挑戦。はい。まあなんかインタビュー記事が出てたんで見ましたけど、相当悩んだと。みたいですね。うん、1回目の移籍はやっぱ自分成長のために行くことに迷いはなかったけど、やっぱちょっと年齢も重ねてきて、そういう頑張りの責任とかを考えて悩んだと。大人になったんですね、入口選手も。いや本当になんかずっと見た目はやんちゃな感じやけど。確かに。まあ、まあ海外に活躍してまたいずれはガンバになるってことがあればね。宇佐美選手とかもやっぱガンバ出て戻ってきて、まあ、2回ぐらいあったじゃないですか。こんな感じでね、入り口をまた持ってきてくれたら。いやーそうっすね。プラスあれかな、代表かな。ああそうや。まずはそこかな、やっぱ個人的にも。まあ、J リーグでね、収まるような選手じゃないというか、まあ、代表はもう入っといてもらわんとっていう選手だと思うんで、ポテンシャル的にも。セルティックでね、活躍して、そこから代表、まずは。はい、ワールドカップ出てほしいですね、ほんま。ワールドカップ、予選でさ、ミドルぶち込んだけど、本戦はメンバー外。そうそう、4年前ね。あれ4年前ちゃうか。まあ、前回大会。怪我したんですよ。ああ、そうかそうか。スペインかなんか移籍して。まあ、しかも監督も変わったからな。ちょっと難しかった。そうやね。まあ。前回のね、海外移籍の経験も踏まえて、1回目は活躍して、日本にまで情報を届けてほしいなっていうところですね。他なんかガンバチーム内情報ありますか？気になるやつ。ガンバの気になる情報っすか？いや、ないっすね。なかったね。そうや。ガンバあんまりない、今。もうてかもう加入ばっかでええことずくめやな、ほんまに。いやまあでもどうすか、正直 ACL 出るわけでもないし、うん、その選手の数とか見たらなんかちょっと多すぎるような気もするんですよね、正直。あ、多いな。うん。中盤とか、まあ、石毛選手も加入したけど、まあ、小野裕二選手が抜けたりとかはもちろんありましたけど、まあ過密日程やったらこんなもんになるのかな。多分ね、今季もワールドカップあるから基地1なんやな、結構多分。うん。まあでも現段階のじゃあ目標はどうなんですか、ガンバは。ガンバの現段階の目標は、まあ皆さんはね、結構とりあえず1年目は我慢してみようみたいなね、サポーターの方が、うん、まあもちろん僕もねその気持ちはあるんですけど、うん、まあただやっぱね、新年一発目ですから、うん、やっぱ目標は大きくというところでタイトル獲得でいいんじゃないですか。おお、絶対優勝っていいよと思ってたけど、そこはちょっと組を戻るタイトル獲得。そうそう、もちろんリーグのタイトルっていうのは一番目標ですけど、うん、まあ何か全てのカテゴリーの中でタイトルを争えるチームにまずはなってほしいなと思いますね。ガンバ強いもんな、ルワンとかなんか知らんけどな、こっちは結構トーナメントとかまで行ってるイメージはあるな、大体。しかも天皇杯に関しても決勝を経験した監督ですから。確かに。まあ片野坂さんにそこにリベンジの舞台を作りましょうよ、ガンバを作ってね。いいね。でも次のあれも天皇杯決勝も全然簡単じゃないんだよな。うん、全然簡単じゃない。確か10月か11月頭とかで終わるんちゃうか。早いな。ガンバはな、ほんまになんか期待しかないわ、次。いや、まあ片野坂さんのね、株が天皇杯の戦いとか大分の戦い見てめちゃくちゃ上がってる感じはあるんですけど、ちょっと期待しすぎかな。僕たちももちろん期待はしてますが、まあクラブとしてね、こう進化していかないといけない年じゃないですか。うん。まあちょっとね、ユースみたいな、そろそろやっぱ頑張ろう。確かにな。だからいろいろね、獲得情報は出てきてますけど、若い選手には期待したいですね。うん。ちょっとね、一発話題性のある選手欲しいね。まあ。大黒正史コーチ直伝の坂本伊佐選手にはちょっと注目しておいてください。じゃあ新年一発目この辺で締めておきましょうか。はい、今年も頑張ります。はい、期待してます。はい、2022年も頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖ガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。